この先にあるわけじゃない。ずっとね、だーってあるわけじゃないもんね。この看板なんだろう。完全に持ち主を探すっていうのをしようか。結局そこたどり着かないと分かんないんですよ。そこ の神社に行く道のマネキンをこう、うんうん、まあ、この人たち登り立てたんだけど、はい、どうもどうも、 MS レッドカーペット水木です。トトロです。本日は、はい、茨城県にある不思議な道にやってきました。やっ、実はですね、はい、ツイッターの方からなんかサイクリング中に不思議なものを見つけたんでみたいな情報をいただきまして、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そこをちょっとなんでなのかなって僕らも思ったので、うん、ちょっと今回撮影に来させていただきました。はい、はい、ちょっとパッと見怖いような、うんうん、だ今後ね、新スポとかだけじゃなくて、うん、こういうふうにちょっと不思議があるよみたいな情報をいただければ、うんうん、できる範囲でこういうふうにスポットにこう訪れたいなと思ってますので、うん、ぜひぜひそういう場所があれば僕らのツイッターとかインスタからぜひ情報よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあそんな感じで、はい、茨城県にある不思議な道行ってみよう。Go! 飛び出せ MS レッドカーペット。ここの曲がったとこなんだよ。あー、そっちか。ここが廃墟なんだね。確かに。ここね、手前が結構だね。なんか散乱してるね。だいぶ絶対不法投棄してる。だってヘルメットとかありますね。このね、でっかいやつとか、うん、これとか。こっちにもあるわ、ヘルメット。もったいない。すごいね。ここも玄関だ。そこじゃなくて奥じゃない。奥か。あ、奥か。あ、そっちだ。電気、うん、じゃあ電気もあるし。あ、じゃあ窓か。見えづらいけど。やっと。すごいね、そこの中に屋根、うん、あ、キッチンだ、ここはキッチン、ダイレクトだって。ここはスポットには関係ないんだけど、うん、たまたまあるんで。あ、お風呂場、ね、奥にベッドもある、うん、もう奥は屋根なんだね。本当に向こう側も結構散乱してるね。確かに。こっちもお風呂だ。本当に。トイレに。ホテルだ。なんかね。ここのちっこいここだけでなんか一個だよ。なんかなってるよね。あ、しかもここ玄関っぽくなってるし、覗き穴があるから。まあ。部屋の確かに。ここだけ貸し出しみたいにしてたんだ。っぽいよね。ちょっと年代が古すぎてちょっとわからないけど、ね、お風呂とトイレでスペース取ってるじゃん。あと寝る場所ぐらいしかない。4畳半ぐらいしかなさそうだしな。ないな。まあまあ6畳以上は言わない。以上あるかも。8畳ぐらいあるかも。あった。あった、見えます。あれか。いや怖っ。あれだ。いや怖いわ。思ったより数少ない。ああ、もうちょいあるんだけど、片方だけなんだ。ね。あれだ、ああ、
美容師さんが髪の毛の練習に使うやつ。ああ、うん、床屋さんとか、なんかそういうのあるやつだ。ああ、マネキンじゃないね。コンテンツ。コンテンツ。ちょっとハゲてる。ちょっとこのブランドはわかんないけど、床屋三節ある。床屋三節。うん、ああ、うん、確かにね。でもあれなんだね。こっからさ、森だけどさ、ここまでなんだね。あ、確かに。うん、そっか、この先にあるわけじゃなくて、ずっとね、だーってあるわけじゃないもんね。うん、この看板なんだろう。不法投棄。不法投棄看板。ちらちらあるね。ありますね。いや、結構片付けられてるけど、こういうのすごかったのかな。うん、森森森だし。結構あるね、看板、本当に。さっきのスポットの裏側にあるこの森と持ち主が一緒だったら、多分こっちのこの黄色い看板もあっちに立てると思う。もし理由がそれなら。そうだね、看板でも良さそうだけど、なぜまね、あの、頭なんだろう。もうちょっと怖いしね。あと全部こっち向きっていうの、道路向きっていうか。入ってくる人に向けてる顔なんだよね。そうなんだ。この奥入んなよって意味かな。でも一通り抜けてくるもんね。そうだね。繋がってるもんね。夜ならなおさらもうちょっと意味が悪いかもしれない。あ、そうだね。だそう考えたら、うん、夜の人用かもしれない。夜ちょっと気味悪い、ね、だって看板ってぶっちゃけ夜見づらいじゃん、うんうん。だけどこれって夜に効果あるから。ああ、うん、そうだよね、うん、夜なんかうわってなるもん、ね、そういう考えで建ててるかもしれないって考えたら、やっぱり夜の不法投棄とか、ああ、そっち近くってことか、地形だよね、うん、なんかそういうの考えれば考えるほどちょっと知りたくなっちゃうね。なんだろうこれってなるね。確かに考えると。そしたらこんな感じですね、うん、はい。なんでちょっと周りに聞き込みしてブルーまでたどり着きたいと思います。はい、お願いします。こんにちは。何、誰か言ってることあるか、そういえば。だから、なんでそういうことそこまで言うの。土地に慣れ、誰か入られるのが嫌で、なんかきっと。っていう話も聞いたことある。土地は誰の土地かと分かんないんだけど、皆さんお時間と。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張って。失礼します。意外と、うん、みんななんか知らないんだね。うん、知らないというか、そのなんでか知らないんだね。うん、あるねぐらいでね。何なんだろうね。何なんだろうねって感じの人が多いね。うんうん、完全に持ち主を探すっていうのをしようか。あ、結局そこたどり着かないと分かんないんですよ。ここがどうというよりも、まず持ち主探しを、うん、立てた本人にたどり着こう。あ、うん、無事たどり着けますかね。どうでしょうか。僕らが YouTube っていう、うん、YouTube っていうネットの番組をやってまして、うん、神社に行く道のマネキンをこう、うんうん、リアルな話を聞いて、うんうん、まあ公設の俺たちなんだけど、あ、やっぱそうなんですね。うん、そうそうそう。一番あの不法投棄、この先が、はいはい、先がやっぱ見えないから。あと全部こっち向きっていうの、道路向きっていうか。夜ならなおさらもうちょっと意味が悪いかもしれない。でやっぱり夜の不法投棄とか。ああ。だからもしかしてあの立ち向けば、はい、あのマネキンそのものは、たまたまね、うちの娘が、はい、美容師やってて、みんなね、ウィッグが200体なんだよ。でもそういう不法投棄だなんだかんだ、やっぱり防犯関係で立てた方が。いくらか違うのかなっていう思い、うんうん、それがなくなったの中だったんだ、いくらかな。あ、じゃあ聞き目あったんだ。聞き目あったと思うよ。確かにあそこの入り口の奥って林みたいになってます。そう、あのうちの方の立ってるとこが目立つから、はい、その奥行って吹けるんだ、はい、あんまり裏が保育所なんで、はい、うちの子供らがお父さんあんまり立てると気味悪い道だから立てるのがいいんだけど、あの奥にはいろんな吹き出あんだよな。ほんで、あの手前がモーテル、潰れちゃったからモーテルみたいな。
あのちっちゃい平屋ですか。そう、あれ今誰も住んでんけど、ここだけ貸し出しみたいにしてたんだっぽいよね。あ、そこの道の手前のあの廃墟みたいな平屋、うん、うん、そう、あそこもう何年前、40年前にやってたいな。あそこに一角取ってたんだと、結構コスで、コスっていうかな、あの頃はな、うん、点々とあるような、うん、点々と、そうで、なんかどっちが、なんか奥さんがなんか悪く、具合悪くなっちゃって、このままやっぱ空き家になっちゃったんだよな。真実だけはちょっと使わせてもらって、そういいですか。うん、そう、ありがとうございます。はい、どうも、急にお尋ねしたので、はい、どうも、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうも。はい、ということで、はい、今日も終了しました。お疲れ様でした。お周りの人意外と最初、まあ流せてないコメントでも、うん、まあ不思議なんだよね、ちょっとねみたいな警戒してる人はいたけど、ここで何か言われてるわけでもないので、何なんだろうねぐらいね。周りの人も何なんだろうねみたいな感じだったんで、で持ち主の方にたどり着いて許可も取って話も伺えたんで、良かったかなと思います。ちゃんとこう効果を発揮してるとも言ってたしね。あ、言ってましたね、うん、確かに。これのおかげでなくなったっていうのが素晴らしい効果だったっていう、うん、こんな普段の生活の中で不思議に思ったのとかね、うん、何でもいいから僕らに言ってくれれば、うん、行けるところは、うん、ここなんだろう、調べてもらうぐらいでね、うん、言ってくれれば調べに行きますので、うん、はい、ぜひぜひその辺は今後ともよろしくお願いします。お願いします。お願いします。まあ、そんな感じでした。はい、はい、本日も動画見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ次の動画もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。コメントとグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。お願いします。じゃあこのベルボタンを押して通知も行くようによろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあそんな感じで、はい、じゃあね。この文字がちょっと不気味っぽいというか、うん、持っていかない赤ちゃんやるのみたいなのを、まあ、に聞いた方がいい。あ、すみません、こうやって振りますから、まあ注意した方がいい。あ、そうなんですか。それは責任までに、こういう人がいい。マジで情報とはめちゃくちゃ当てはめてる。行こうじゃん。行こう行こう。一回聞いてみよう。とりあえず俺に任せてもらっていい？うん。